諦めない男の昇格戦。さて勝つぜ。あ、ロイヤル、クソロイヤルか、かかってきな。始めよっか。ロイヤルはどうだろうね。でもミッドレンジロイヤルはね、割と後半押し切られたりするからあんまり好きではないんですよね。さあ始めようか、エリカちゃんよ。ふん、うーん、ニコスが欲しいね。よろしく、よろしく。食いぶれ、食いぶれ。ほう、悪くない、悪くなくはない。いや、引けない、ニコス。これは契約使えないパターンか。契約使うか。ミハタロイヤルだと契約使うと負けるんですよ、大体。ニコス考えてるな。くのいち、潜伏、潜伏ロイヤルか。潜伏ロイヤルの可能性。いや、ここ漆黒の契約使いましょう。契約使って、でも目視録が来てるのは割と強みだな。目視録、ロイヤル相手に目視録を引けたのは割と強みですね。うん、どんどん並べてくると。この位置まだ出てこないんじゃないか。出てくる。あ、まあそうだよな、まあ出てくると。ドロー、俺のターンドロー。ユニコと、でこれは多分あの左端2体に潰されるけど、まあ一旦攻撃を遅らせるという意味では、あとそのままエンジェルバレッジでも来てくれれば助かるので、多分左の2体が俺のフォレストバッター潰しに来ると思うんだけど、ミハタロイヤルがきついな、きついな、一気にきつくなっちゃったな。まあ、目視録があるけど、まあ、目視録あるんですよ。でも目視録打ったら、え、これ負けじゃない、その前に。え、てか負け、負けやん、進化疲れて、マジクソゲーかよ、ほんとクソゲーかよ、マジ。どんだけクソゲーなんだよ。そんなもんで終わりかよ。そんなもんで終わるんだな。そんなもんで終わるんですよ。ミハタロイヤル、マジか、マジかよ。最近地味に流行ってるよな、ミハタロイヤルも。流行ってはねえけど、ロイヤル界で結構見るよね。いや、嘘だろ、さっきさ、6連勝してたんですよ、ここまでは。6連勝してきて、ここで、敗退？笑えねえでしょ、笑えねえでしょ、マジで。いや、勝ちたいでしょ、勝ちたいでしょ、ここは普通に。R2D2、R2D2 も、R2D、機械が打つ、機械が打つ、シャドーバーストめっちゃ強そうですね。R2D2 か。ウィッチ使ってんのか、絶対超越ウィッチ、超越ウィッチ5ターンぐらいで3枚決めてくるスペルブーストのかけ方して。お前、機械がやったらそれ負けるわ。多分超越だろうな、超越だと思って挑んだ方がいい、こういう戦いは。土なら多分勝てる、土ならね、割と相性いいと思うんだよね。あ、まあ超越だわな、マジックミサイル使ってるのが。なるほど、バンピー4ターン目にバンピー眷属で2点地味に与えていく。これね、最悪下手するとね、フォロワーここで展開しない方がいい可能性もある。まあ、虹の髪戻されるけど、バンピーちゃんが戻される分には全然構わないと、全然構わないと。まあ漆黒の契約出しとくか。攻め手は多い方がいいからね。一旦手が遅れるけど、まあここで相手に除去カード打たれてもどうせ仕方ないので、粛清いってるね。多分あのかけ方は超越握ってても、超越にスペルブースト3かけてる動き方ですね。超越俺も使ってるから、使ってる、最近使ってないけど。お、これはわりかしロマンムーブができそうな。いや、でも除去されるから確実に行きましょうか。ここは確実に行きましょうか。ロマンムーブとか言ってる場合じゃないんで。これ8ターン目に使ってでもあれか、フォレストバットが溢れちゃうのか。たまにバンピーちゃん2枚展開、6ターン目にバンピーちゃん2枚展開からの眷属で、からのシンカーとかやると面白いんですけどね。さあどうする、5ターンだから、マーリン来るか、マーリン来るか、
いや、マーリン地味に厄介なんですよね。1残っちゃうんですよ、体力が。1残っちゃうから、フォレストバットに来る？どっちに来る？まあ、バンピーに来るよね。まあ、賢いやつはバンピーに来るよ。まあ、フォレストバット潰しに、フォレストバットで潰しに行くか、ここは。あれ、ちょっと反応しました。で、持って、で、持って、さて、どうするか。5コスだろ？メデューサ使ってもよかったのか、ワンチャン。ダメージちょっとでも稼ぐか。うん、届き決断もあったけど、進化権どうせ余るから、ここで使っちゃいましょう。あ、で待って、フォレストバット、まあいいや、どうせ2ダメージ入るから、フォレストバットじゃなくていいでしょ。除去しづらい方がいいでしょ。なんとか攻めたいですね。でもこのフォロワーの展開力はなかなかいいのでは？なかなかいいのでは？多分2体ぐらいは除去されるけど、まあ、フォレストバット1体とかは残るんじゃないかなっていう。あと4コスだから撃てるとしたら、もう2枚除去カードか、ファイアーチェーンで1、あ、でも一層7も溜まってねえと思うんだけどな。魔力の蓄積、これ諦めた感じですね。このターンは。じゃあ次も進化しちゃうよ。ゼロコス悪撃とか溜まってないだろ、さすがに。オッケー、バカじゃねえの、おめえはアホかよ。アホカリプスだわ、お前。アホカリプス。待って、これいけるぞ。クイーンヴァンパイアで守るか。ブラッドウルフで攻めるか、クイーンヴァンパイアで守るか。とりあえず進化してからだな。いや、まだ決めきられない。7ターンじゃ決まんねえから。絶対決まんねえから。フォレストバット守護かけるか。ガブってしちゃえ、ガブってしちゃえ、9点。仕掛けるしかねえよな。これ仕掛けるしかねえよな。いや、迷うな。19。守護並べるか。クイーンヴァンパイア2体いるから。守護並べても意味ねえんだよな。向こう超越ウィッチだからな。あ、でも次のターンブラッドウルフで勝てるか。あ、次のターンブラッドウルフで勝てるな。あ、じゃあ守護でよかったな、結果的に考えると。オッケー、バンピーちゃんを殺しに来る。まあこれお前全部消滅させないとお前の負けだよ、はっきり言うけど。それか超越決めないと。でも幕域使っ、どうなんだろうね。多分勝てねえと思うけどな。まあクイーンヴァンパイアで今の動きちょっと正解っぽいな。ちょっと俺も疑心暗鬼だった。オッケー、いい動きできたんじゃないか。おい、どうすんだイザベル。はい、考えろてめえの足りねえ頭でよ。俺に勝つ手段。ああ、なるほど、手札補強して、それでいいカード引けたのかな。まあ引けてもどうせブースト溜まってないクソカードだろうけどよ。ウィンドブラストどいつに打つんだ。おいおい、そいつに打ってたら残り2コスで守護2体どう処理に手するんですかね。おいイザベル、おい聞いてんのかよイザベル。おいおい、どうした。おいおい、おい、てめえの脳に回す栄養全部胸にいっちまったかよ。おいおいおい、おい、どうした、胸に吸い取られちまったか。おい、コスは、なるほどね。はい、君の負け。悪撃か。あー、いいでしょう。このターン死は免れた。お、待って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 、嘘だろ嘘だろ嘘だろ。ま、マジで言ってんの、マジで言って、ちょ、待って待って。いや、超越は多分ない。はい、雑魚すぎか、お前。お前、雑魚すぎなのでは。いやー、お前、ちょっとダメだわ。お前さ、ダメだよ。まあ、そうだよね。フォレストバットを潰しとかないと、鋭利な人先でやられてしまうという可能性もあった。だが、貴様はここまでだ。俺の。いやー、素晴らしい戦いができた。さて、次勝てば昇級なわけだが。次勝てば昇級なわけだが、君たち、俺の WA ランクを祝杯をあげようではないかと思うに。よしよしよし、このデッキだってね、やればできるんですよ、俺のデッキ。さあ行きましょう、バンピーちゃん3戦目。さて、運命の3戦目。いつもいい感じの展開になるよな、3戦目。ロイヤル、まあ一応隠しただけど、もう正直ポイントは関係ねえから、デッキみんな大体完成してるからね。いざ行く。全カットだな。エンジェルバレッジが刺さる相手か刺さらない相手か。まあロイヤル相手はまあ持っといてもいい感ありますね、エンジェルバレッジは。
さてどう出るか。まあ1ターン目は俺も1コス1枚しか入ってないし、ケツガなんで後半に使いたいんで、まあ1ターン目は何もしないんですけど、まあ2コスが来てほしい。ユニコあたりが来てくれれば実質4コ持ち。歴戦のランサー絶対おかしいよな、2コス2に守護持ちとか。マジぶっ壊れカードだから、あいつ消しといた方がいいな。同じ2点受けるなら早めに消しとこう。まあこれでよかったと思います。フェンサーとかに強化されてもあれなので、我がプリエヴァンガードとか出すよ。あ、ヴァンガード来た。ヴァンガード入れてるってことは早いタイプだぞ。漆黒の契約使う、使います。ここはいや使っていいのか、使おう。いやさっきこれで負けたんすよね、ミハタロイヤル。分かってますよ、分かってます。ミハタ来るか。あ、怖え。ホワイトジェネラル。太陽、かっこいいよ。なるほど。これ、うん。なるほど、これ、うん。なるほど。次のターンでエリニスに動いてもらうか。さばきを下すしかねえよ。まあ、ここで4回復で、毎ターン2ずつ回復して。慈悲も容赦も持ち合う。借り取ってやろう。借り取ってやろう。あー、ここで盤面さえ取れれば、こっちが逆に有利。アドバンスブレーダーとか来るか。手札を枯らそう、手札を枯らそう。こっちは圧倒的有利な手札から攻めていこう。向こうはどうする。多分ね、こいつ消したいはずなんだよ、裁きの悪魔。フロフェン、フロフェン、フロフェンか、フロフェンか。なるほど、いいカードだな、コゾ。いいカードだな、コゾ。一瞬で消された。なるほど、復讐状態にはしていく。目白く欲しいな、目白く欲しすぎる。目白く来い、目白く来ない。目白く来ちゃうんだよな、目白く来ちゃったんだよな。ディアボリック、いや、ディアボリック打ったら目白くが打てなくなる。目白くマジ神。俺に勝てと言ってる、神が、神が俺に勝てと囁いてるわ。神ありがとうございます。神。6コス何か出てくる。6コス厄介なやつ分かんねえな。ロイヤルフェンサー反対だし、パレスフェンサー。我らの正義を示すのだ。よっしゃ、雑魚かな。雑魚かな。フェンサー、パレス、6コスでしょ。エリニュスでいいんじゃないの、ここエリニュスでいいと思うんだけど、ね、生き耐えなさい。さて、まあこれどっち取ってもいいでしょう。どっちでしょう、全員どっち、どっちも死ぬし、2点こっちに入るから。復讐の猛火を。これでエリニュスが一掃してくれる。あ、これ強いわ。向こうは多分ロイヤル、結構軽めのロイヤルだから、多分軽めなんですよ多分。足の舞踏家でもそれ使うと何もできないですよ。よし、何もできないから、アルカード失踪でいいかな。アルカード失踪で進化系は使わないって感じでいいかな。守護並べといてもいいけどね。ここはもう攻めるでしょう。回復もできるし。はい。はい、条件イーブン。はい、条件イーブン。盤面、こっちが有利。次のターンの動きを考えよう。これはもうバンピーちゃんクイーンバンパイアでいいかな。だね。ふしゃ。だね、ふしゃ。あ、これでいいでしょう、とりあえず。あとで次のターンセクシーヴァンパイアで一気に攻めに行く。はい、バンピーちゃん入る。はい、バンピーちゃん、バンピーちゃん。盤面は取らなくていいでしょう、この有利な展開。はいはい、ダブル A ランク昇格おめでとうございます。はい、ダブル A ランク昇格おめでとうございます。いや、これもういったでしょ。降伏する、降伏しろ、レイサム君。しゃしゃ、やっと上がれた。エボルブの、エボルブ来てからね、ずっとA3 ランク停滞してた。一度 A2 ランクまでも落ちたよ。来た。ダブル A ランク来ちゃったんだよな、ダブル A ランク。あ、俺の勝ちだ。はい、皆さんも信じていればきっとマスターランクまでいける。俺は一足先にマスターランクを目指すね、みんな。はい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございます。